中日対巨人先発し力投する中日ガルシア、撮影、鈴木みどり、より小さいアイフレーム SRC イコール、プス、as.ik.impactad.jp、サーバー、サイトイコールボールドットニュース、エリアイコールレクタングルドット INNEWS、AAMSZ イコール 300X250、ONCJP イコール UTF8、ノレシゼスクローリングイコール、ノー、HSP、エースイコール、0、スペースイコール、0、フレームボーダーイコール、0、マージンハイトイコール、0、マージンウスイコール、0、ウィズイコール、300、ハイトイコール、600、アラウトランスペアレンシーイコール、トゥルー、より大きい、アイフレームより大きい、より小さい中日 4-1 巨人、4日、名古屋ドーム開幕4連敗の悪夢から森中日がやっと目覚めた。新外国人オネルキ・ガルシア投手、28イコールロイヤルズ、が巨人戦に来日初先発し、6回、2安打1失点と好投、バットでも貢献し、チームに待望の今季初勝利をもたらした。ドラフト1位鈴木博士投手、21イコールヤマハ、も8回、に登板し、三者三振でプロ初ホールドをマーク、ニューフェイスたちが躍動した。この瞬間が待ち遠しかった。堀監督より8センチ背が高い190センチの大きな子を、雪息子、ガルシアが開幕からの連敗を読んで止めた。キューバ出身左腕が巨人打線に立ちはだかった。4球こそ出すが、チェンジアップなど変化球、を駆使しながら5回まで無安打無失点、6回一死、坂本勇に初安打を許し、さらに2死2塁化。ダマギーに敵地出されたが、最少失点にとどめた。6回104球に安打1失点、7奪三振で大役を果たした。日本での初試合で勝てて嬉しい。チームの流れが悪かったが、連敗を止められたことが良かった。ファンの声援が力になった。妻と娘と3人で祈りを捧げて球場入り、2人の前での勝利を素直に喜んだ。高校息子は投球だけでなくバットでも貢献。4回2死1、3塁の場面で打席に立ち、追い込ま。出た3球目を振り切ると打球は3塁へのゴロ。全力疾走がクロスプレーとなった。判定はアウトだったが、森監督の今季初のリクエストにより、リプレイ検証されて覆った。初安打、初打点が記録され、援護点を自分でマーク。夏季の頃はヒットを打ったけど、プロ入りしてからは初めて。だよ、と、ガルシア自身も驚く初物尽くしの一日になった。堀監督は、ドミニカ共和国で見た時と同じような投球をした。日本野球ではそう簡単にはいかないと思っていい。たが、と、大きな誤算、に笑顔を見せた。12球団で最も遅い1勝目を手にして、やっと息をついた。昨年は引き分けを挟んで開幕5連敗発進だった。だけに、去年よりちょっと早く勝てたな。やっと勝てた。本拠地で、ファンの皆さんの応援の前で、勝ててよかった。待望の白星を得た中日の今季がやっと始まった。伊藤大輔、オネルキ・ガルシア1、1989年8月2日、キューバ生まれ。10年8月に米国に亡命し、12年にドジャースと契約。13年9月にメジャーデビュー。昨年はロイヤルズに所属し、8月にメジャー昇格し2試合に登板。191センチ、100キロ、左投げ左打ち、推定年俸5000万円。なぜ、売れる、長崎の生姜シロップを飲むと、すごい、お尻が、あなたのお家、今いくら、まずは概算価格をチェック、飲む込む、嘘だろ、中性脂肪が、特報1日1本続けて驚愕の結果妻も驚き。男の自信を取り戻す秘訣、まずは980円でお試し。スポンサード勝負の3年目、ブルオです。
より小さい i フレーム src イコール sus.ik.impactad.jp サーバーサイトイコールオーダーエリアイコールパブ01AAMSZ イコール 120X120OENCJP イコール UTF8 ノレシゼスクローリングイコールノースペースイコール0スペースイコール0フレームボーダーイコール0マージンハイトイコール0マージンウスイコール0ウィズイコール120ハイトイコール120アラウトランスペアレンシーイコールトゥルーより大きいより小さい i フレームより大きい関連キーワードで検索プロ野球中日オネルキガルシア鈴木博士